コンクリートポエトリーとは言葉の意味を排除し形式、形態にこだわった詩のことである。より厳密には在来する制度と結びついた記号の意味の解放を目的とした詩を意味している。ここでは特に日本のコンクリートポエトリー運動について述べる。ジョージ・ハーバートによる春の翼、ページいっぱいに広がる天使の翼を表現している世界的には コンクリートポエトリーの歴史は古く、17世紀には、ジョージ・ハーバートによる、春の翼という作品が発表されている。その後、ステファヌ・マラルメの、サイの一滴や、ギオム・アポリネールの、カリグラム、E.E.、E. カミングス、エズラ・パウンドらが、コンクリートポエトリーの基礎を作っていった。1953年にイーゴ・ムリンガーが、星座を発表、マックス・ビルの、 コンクリートクンストの理念の影響か、コンクリートディシュトングを打ち出し、コンクリートポエトリーという概念を打ち立てた。時を待たずして1956年には、北園勝恵とニークに聖一が具体視宣言を出した。これが戦後日本におけるコンクリートポエトリー運動の始まりである。北園勝恵は写真と首とを区別しないパースペクティブを打ち立て、自身も写真集を出している。 ニークに聖一は漢字を基礎とした川または州、反戦のような作品を制作し、空間主義宣言を提唱し、詩の朗読を重要視していた。他の著名な日本のコンクリートポエトリーの詩人とされている人物には、向井周太郎や藤富康男がいる。世界的には、ブラジルのレノラデバロスなどがいる。また、 東日本大地震以降発表されている2課の AR 誌、モニタ誌は、北園活営アニークに聖一の影響下で制作されている。また、西方ヒモネット上にコンクリートポエトリー的なゲームを発表している。慶応義塾、大学文学部設置総合教育科目公式ブログ、この講義中に本人による言及がある。 https://mobile.twitter.com ス,<ッ>スラッシュルーム、コンポジット、ステータス、65K1797 兆3941億4150万3488。ありがとうございます。